はい、どうもリュウジです。いつもビッグマジックライブの動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。いよいよ最新セット機械兵団の新軍がリリースされましたね。早速新カードタルキールへの進行が注目されていますが、バトルの使用感がどんなものか気になりますね。というわけで今回紹介するデッキは、機械兵団の新軍発売直後に結果を残したタルキールへの進行入りグリクスタトラクサです。グリクスタトラクサはファイレクシア、完全なる統一のトップレイヤーだった偉大なる統一者アトラクサを使ったパワーカード満載のミッドレンジでしたが、そこにタルキールへの進行を入れたなんとも贅沢なデッキに仕上がっています。リリース直後に結果を残した注目デッキ、ここからは実際のゲームを見ながら話していきましょう。はい、まず1本目見ていきましょう。こっち先手ですね。ちゃんとクリーチャーもあるし、タルキールの進行もありますね。バトルを使ったことが本当にないので、まあ、どんなものか確かめながらプレイしていきたいなと思います。相手はオクランド2枚、ここはまあ土地が欲しいのでちょっと血を回していきましょう。はい、なしで、相手が赤クロランドできて、これはグリクスミラーですかね。はい、でこっちも土地を引いたので、ここでちょうどいいのでタルキールの進行をプレイします。でゴブリンを焼きながら、バトルにアタックと。ミラーマッチっていうのはこのライフだけで盤面の取り合いになるので、繰り返るとかなり優位になるんじゃないかなと思います。さあ、これ除去されなければそのまま殴って変身まで持っていけるかなと。さあどうでしょう。お、死体鑑定士で、追放ということは、まあ、このままいけそうですね。はい、毒組狙いと。ちょっと土地は詰まっているのが苦しいですが、まあ、このまま無事ね、バトル変身と。まあ、相手の手札もね、パンパンなので、まあ、除去されるとちょっと可能性も結構高いんですけど。今除去があれば、お、いいですね。絶望将来、別にカードは引かれてもいいから。余裕が残りましたね。これはちょうどいい。はい、相手の危機意識を対処しながら、進んでいきます。ちょっと脅迫欲しかったんですけど、ちょっとまあ黒マナね、このターン使えないのでもうタップインでマナ伸ばしましょう。まあ引かれた分はね、もうこのまま取り戻しているので、あ、2体でエンドってことかな。はい、まあ、除去がないですね相手いやー、これはとてもいいですね。このまま果敢な来航でね、もうクリーチャー2体ね、潰してるんで。で、まあ、1体残ればなんとか除去できるかなっていうとこだと思うんですけど、まあそれはさせずにね。はい。で、書き消しは構えてる可能性全然高いんですけど、まあ、手札にギックスの残虐が2枚。まあ、引っかかりやすいカードがあるので、どんどんプレイしていきます。はい、ありましたね。で、のど首狙い、除去されましたが、もうだいぶね、盤面、優位になっているので、もう押し切りたいですね。はい。さあ、ここフルタップのうちに、もうギックスの残虐をプレイしていきましょう。まあ、余裕がありそうなんで、1から。はい。カミソリ打ちの人体改造機。一番いらないカードを落としてしまいました。まあ、ここで、次アトラクサを持ってきて、次、データの税血の徴収者からね、血が出るので、それを捨てて、アトラクサをするというところまで、ね、一応行きたいと思います。贅沢に行きましょう。もう否認。ここで、なんか、融合杯引かれなければっていうところだったんですけど、絶望将来で、なんと、ギックスの残虐が対処されるっていう。まあ、2枚目があるので、カウンター引いてないやろっていう読みでもう行ってます。これ引かれてたら、ちょっとまずいですね。はい。あ、よかったよかった。通りました。で、アトラクサを釣ります。この、まあ、単純に今アトラクサが強いんですけど、ここでバトルが手札に入れられるっていうのが、まあ一つ、まあ、いいポイントですよね。単純に手札が潤沢になるはい。でこれライフ詰めさせられなければ、まあ、基本的に勝ちそうなんで、このまま進行を出して相手のね、4人を対処しましょう。はい、シェオル、はい、下がる。まあ特に何もなかったってことですね。はい、というわけで勝ちです。じゃあ次のゲーム見ていきましょう。はい、2本目見ていきましょう。
これはジャンドリアニメイト、ジャンドアトラクサーの1ゲーム目です。はい。JK2。まあ同じ動きをしそうですね。はい。JK2。で、ここから、これでジャンドっていうのが判明しました。はい。で、グーは出してきて、まあ殴ってくるんですけど、相手が。これは殴ってこられたんだったら、じゃあ、タルキールへ進行してしまおうかと。はい。いいですね。これでもう次ひっくり返るんで、おおむねひっくり返るんで、はい。タルキールへ進行しましょう。もう一度。はい、グーア2枚目。これはなんか兄弟仲の戦争も結構ね、使うタイミングがあるかもしれないですね。で土地を引いたので、まあもうとりあえず変身させて、これ、ね、変身させて、次からね、刈り取っていこうと。まあこれで、この果敢な雷光が除去されたら、まあ、キキジキとね、ゴブリントークン一緒に、まあ、巨大な中央で流していこうかなっていうプランを取っています。はい。で、できればね、まあ、ここで、ルーティングして、アトラクサを捨てた後に激走残虐で、もうさっさと釣ってしまいたいなっていう気持ちもあるんですよね。はい。で、ここでグリスタ、まあ、これでもう確実にもう生き残るのが確定したので、まあ、かき消しを打ったんですけど、ここはちょっと疑問、まあ、ちょっとね、検討の余地がありましたね。一番欲しかったのはやっぱり5枚目の土地なので、そのまま通して、5枚目の土地を探しに行くっていう方が良かったかもしれないです。で、ここでね、うかつにもアトラクサを捨てて土地を探しに行く。で、ちゃんと引けたんですけど、まあ次、ここですね。次、ギックスをの残虐で、まあ、釣ってやろうっていうところなんですけど、相手にもね、まあ入ってるんですよね、当然。これ、やってしまったなと、今なってます。はい。いや、この動画もボツかとちょっとね、思ってたんですけど、まあ、まだ喉首狙いを引けば、まあ、全然ゲームには、なる、っていうところで、はい。鏡は偶話でね、2章で、ちゃんとね、2枚、上3枚見れるんで、はい。って言ってたら、のどくみね、引いたんですよね。これ引いてなかったら、兄弟の中の終焉は、まあ、絶対残してたんですけど、まあ、ここは、ちょっと考えた結果、苦難の終焉を捨ててしまった、はい。で、盤面をどうしようか考えていたんですけど、この果敢な雷光能力っていうのが、ドラゴンが一体殴ると、まあ、2点飛ばせる、好きな対象に2点飛ばせるっていう、まあ、今のところだと、まあ、1体に2点飛ばせるんですけど、これ並ぶと、どちらも誘発するんですね。ということは、1体殴ると、2点飛ばす能力が2回誘発するので、盤面がね、もう綺麗になるんですよね。はい。で、盤面大弱点だったんですけど、相手また、ギクソ残虐で、アトラクサ2回目。人のね、カードをなんかもう使って手札パンパンになってますよね。ただ、ここでもう相手フルタップ、まあ、出ても1マナなんで、このドラゴンを除去するカードっていうのは基本的にないんですね。この1マナだと。ということはですね、1体殴ると4点飛ばせるってことは、2体殴ると、なんと8点飛ぶんですね。まあ、2点が4回誘発するんで、ね、この実はもう盤面に圧倒的に勝っているっていう。はい、4回2点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 で、アトラクサを対処できてしまうと、まあ、これだけだとちょっとまあ相手のデフのパンパンなんで、まあ、次のターンがちょっと怖かったんですけど、まあ、ちゃんとね、僕のデフにもあるわけですよ、ゲックスの残虐が。でここで相手が投了と。はい、いかがだったでしょうか。変身後の制圧力凄まじかったですね。で、バトルはせっかくなんで、アトラクサと一緒に使いたいですね。10枚目食った時の当たりが増えているのは単純にいいなと感じました。この動画がいいなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。